今の、3つのやつで言うと、3つのやつで言うと、私の心のが私のね、今の顔を良くしたやつのことを言えて、これもよくわからない存在なんですけど、こうやってね、かっこいい感じでやるの言ったんじゃないですか、上か、上目線で、上目遣いで、かっこいい睨むっていうか、やるやつ。ね、定期的にやってた、あのサムネとか、あ、じゃあじゃあ、YouTube のやつの、なんだろう、ヘッダーにしたやつの画像とかも、あのね、かっこいい目をするのがやってたんですけど、あれもいなくなってですね、あれがいなくて、あのかっこいいのが良かったのにとか思ったけど、あれがパーフェクトかと言うてパーフェクトでもなくて、ああいうのが表現をする、表現レースとかの仲間だと思うんですね。表現を与える方の仲間なんじゃないかなって。でもあれはね、ちょっと表現の中ではあまりいい方じゃない方の方で、良くないからでいなくさせられたっていうか、いなくなったっていうかね、いろんな神様がいるからなのか。で、なのでですね、この1月とかは天照大神が一番メインになって、他のいろんな神社の神様たちを引き連れて、天高天原でしたっけの高い神様に挨拶に行くってやつで、その挨拶に行く相手が私にいたっていう。なので、私が神社に行って、神様いなくさすとか、神様のチェンジとかをやるとか、私しなくて、そういう、そこまでの階層のね、神様がいたから。で、そこの先は先に言うんですけど、私がね、チェンジしたところはどこもね、私のね、見解ではっていうか、私が言わされたやつでは、令和になったこととか、今までの、これからのね、時代の流れの背景から、今までのね、いた神様が良すぎたから、もう、劣化、ちょっとね、ダウンしたバージョンの神様で、やった方がね、犠牲になるっていう、今までの神様が犠牲になってたからっていうやつを思うのが、伝えるのがいい。それは本当のこと言ってるのか分からなかったんですけど、ただね、この土曜日からの、またね、高い神様が来たから、故に伝える内容としては、言ってくるのが、ラノが言うには、言った神様が、チェンジさせた、入れ替えた神様の、いなくさせた神様のところが、全部のやり方がやり方、良くなかったからってやつ。を言ってます。神様の対応の仕方が悪かったから、そこに住む人がそういう感じになったから、そういう問題、そういうそこに住んでる人のことで問題が起きて、揉める感じになったのがあるからって。で、生きてる側ではないんですけど、死んだ側の方でっていうか、神様側の方なのかと。で、揉め事が起きるようになったから、そういうふうなことが起きるような流れになったようなところの神様はもうダメってやつで、いなくさせたってやつもか。言われたらね、私がいた、神様がいなくなったところのは、みんな最後神様が、ああ終わった、幸せだなっていうんではなくて、どこもね、惜しむ感じがあったんですよ。そこに、そこから離れるの惜しむ感じがあった。みんな神様が。はじめはイザナギのところだったんですけど、その次のアマテラスのところとかも、みんなね、特にね、イザナギのところはね、その土地がすごい好きだったから、ずっといたいと思ってたけど、いなくならないっていうか、もういい。でもね、そこのイザナギのところ一番すごくて、多分かなり昔のところだと、小さい、あのね、神社としては、神社ってメインの神社じゃなくて、神社の周りにある小さい神社だったんですけど、イザナギのところ。そこが、本拠地っていうか、そこからイザナギのエネルギーが広がっていて、土地に広がっていて、濃いから、イザナギが濃いから、かなり棒となる土地だったんですけど、イザナギがなんか苦しくなっていたから、その苦しくなっているのも
神様がそうなっているとそういうエネルギーが広がるの でそこに住んでいる人はみんなそういうエネルギーを味わい続けることの中で生きていくことになるので、そういう、ね、中で生きていくのはもうきついなということで私が考えるのが、でそういうのもそういうのでイザナギを稲草さすっていうのがあったんですね、一番初め。そういうやつで。で、まあ他のところも何かあったんでしょうね。私には分かんないけど。他のところはね、苦しいところじゃなかったんですけどね。で、なんか対応が悪かったのかな。アマテラスのやつとか。やっぱアマテラス、何かは分かんない。アマテラスはやっぱ許さないがちょっと多いのかな。よく分かんないです。なんかアマテラスがいることで逆に揉めてることに なるようになるっていうのも言ってるのは言いますけど。アマテラスが許さないってやつが大きいので、何でもかんでも許さないって強く言うので、生きづらいみたいな。悪いことやってないのに許さないってアマテラスが怒ってくるからってやつ、わかんないけど、まあそういうやつか。で、土曜日のやつで、私がコメントに書いたやつをね、結構見た人いたんだな、急にね、なんだろう。ここ数ヶ月で私のね、チャンネル登録した人で、私が言ってることとか合ってると思ってるとか、私の、神社とか言ってることについて、ハマっていた人いたんだろうなってね。で、これもっと言うと、ハマっていったのが、本人が思っただけじゃなくて、私側のでね、操ってたのがいて、それが、やってたんだって、私にいなかったから私じゃなくて見てる人側の方に行ってたんだなって。で土曜日で私側ので、なんかねそういうコメントを書けって言うから、もう見るのをやめますって突っ込むのを、そういう対象の人に突っ込むのをやめますって言って、でねチャンネル登録者が減っていってね、3人ぐらい減ったかな今のところ。で、その中で、やっぱね、濃い人がいたんですね。濃い人っていうか、私側ので、見させようとしてた存在ですね。私側のがそっちに行ったっていう。で、その影響で見てた人がいたんでしょうね。で、その人が解除したんですね。この私側ので、なんかね、揉めてるっていうのが、まあ、働いてた、4月まで働いてた、3月いっぱいまで働いてた会社にいたとかね。あとは、ね、やっぱりそれだけじゃなくて、やっぱ肝臓ブローが関わってて、肝臓ブローがだと思うんですけど、そういうので、なんかね、思いがあるから、で、私にいるから、私に高いのかな、わかん、高いのがいるからなのか、高いのがたまに来るからなのか。で、負けた側なんですよね、ずっと言いたいのが。まあね、わかんなくなるから。そんなやつで、で待って高いの言ってなかったから、高結びと、神結びと、天の中みたいな、僕も分からなくするか、のやつの神様のやつで、来て、高まつりがまたね、ブチギレ状態って初め来て、肝臓ブロー死んでからもね、初め、高まつりブチギレ状態で来てから、いきなり初めて来てて、ブチギレって意味がわからないんですけど、なんですかね、みたいな。で、からの、高まつりだけじゃなくて、奥の方で、私の奥の方で怒ってる存在がいて、これも誰なんだよ。何を怒ってるかもわかんないんだけど。ってやつで、私に怒ってるっていうか、その神様とか、その周りの神様アラウンドの存在が、私にいる背景で言い合いとかなんかやってるんだろうなってやつで。で、高結びが怒って霊障を起こしまくって、なんてやろ。またね、超絶大気を出させながらね、なんか不安にさすやつのをやってきて、で、怒ってる私の奥の方のなんか若い男が怒っていて、で、
発狂レベルで起こって、最終的にもうね、定期的にこれもあるんですけど、死ぬって感じになって、もういい、死ぬみたいな感じで。で、それがやるからなんか私がもう染まっていくんですね。自殺するしようって。いや、これは最近言ってた、殺そう、神によって殺されようとしてるってやつの、玉とかね、この花咲か姫とかの玉とかの殺したこのやつではなくて、全く別のやつで、こっちのやつで死のうとなるのもね、定期的にあったんですけど、昔から思えば。これ思えば、10代ぐらいからだったんですけど。で、今回も土曜日またその死ぬってなって、死ぬ、その高いの死ん、違う、男が死ぬってなって、かな、別のなんかね、よくわかんのが死なそうとさせてる。自殺誘う。これもものすごいんですよ、エネルギーが。普通にアマテラスより上の階層で、なんかね、よくわかんない。どの神社かわかんない。どの神様かわかんない。で、それが誘うとしてるのか、この男がもう死ぬって指したのか。なってる中で、なんだっけ、神結びですよね。神結びが死なせない、それはさせないってね、来たんですね。今も。いました。で、違う、神結びが死なせないってずっと強く訴えて言ってて、この瞬間もね、10代ぐらいの頃なのか20代かあったんですよ、全く同じのが。で、からの、なんかよく分からなくて、尼の中のやつですよね、高結びより初めに生まれた神様ってやつも。もう来て、こっちはね、アマテラスっぽい感じのやつなんですけど、神様なんですけど、なんか言ってたんですよね。忘れさせられたんですけど、私に言ってるんじゃなくて、私側にいる存在に言ってたので、その存在とかね、神様、言った神様がいなくなると、ちょっと記憶なくなっちゃうので、あるうちにね、今回もこうやって喋らないと忘れちゃうのかも。そう、いなくなると忘れちゃうので、あるので、大量のことを一瞬で言うので、もう忘れるっていう。で、その天の、なんとかの神様、中の神様の、は、なんだろう、とりあえず生きていこう。それで、なんだ、生きてこうじゃないけど、よくしていこうじゃなくて、揉めないようにやっていこうみたいな感じで言ったんですかね。忘れました。とりあえずね、この高い、天照らす類高いっていう。で、一応ね、神社、神道とかでも、一応、名前でね、言われている三つの神様が私に来ていた瞬間っていう土曜日のやつ。で、この中で、高結びが起こっていたっていうことが、ね、その次に分かったんで、それをね、喋りますね、その次の動画で。